はいたーい、ちむゆくるです。3月19日、私ボーカルちかが28歳の誕生日を迎えました。28歳の誕生日を迎えてですね、皆さんにご報告がございます。私たちちむゆくるですね、世界一周の旅を一度中断したいと思います。ごめんなさい。中断することになりました。応援してくださってる皆様にはですね、ちょっと報告をしようと思ってるんですけれども、今全世界でコロナウイルスが問題になっておりまして、ここタイバンコクもですね、数日前から、バーだったりマッサージ屋さんが営業停止になってしまいまして、そしてですね、周りの国もですね、入国ができない状態になってしまいまして、もう残り数日でこのタイ・バンコクより日本への飛行機もなくなってしまうという、もうこのままだと閉じ込められてしまうという状態になっておりましてですね、とっても悔しいんですが、2人で朝の4時まで悩んだね。いろいろ話したけれど、まあやっぱり今はね、安全第一ってことで帰ることにしました。なので日本に一度帰国してですね、またコロナウイルスが収束したら世界一周の旅を再開したいなと思っているんですけれども、今私たちができることをですね、日本に帰ってからやりたいと思っておりますので、今後もちむゆくるの活動をぜひ楽しみにしていてください。お願いします。応援よろしくお願いします。悔しいよ本当に悔しい。でも帰ったらね、またいろいろやれることもあるからね。まあそうだね、今やりたいこともねあるし、まあ1月31日に日本を出発してから、まずはフィリピンのセブンにね、行って1ヶ月語学留学をしまして、クロスロードっていうすごい素敵な旅人が集まる学校に行ったんですけれども、そこでね、仲間がいっぱいできてね、出会いもたくさんあったし、そう、すごく楽しい1ヶ月間で、まあ、英語も少しだけ慣れて聞き取ったりね、簡単な英会話をしたりとかですね、まあできるようになって、次はタイ・バンコクに。2カ国目やってまいりました。まだ2カ国1ヶ月半経ったんだけどさ、もう半年ぐらい経ってる気持ちだよね。気持ち的にしかも三次のケースにさ、あれつけたんだよね。あ、そうだよ。じゃじゃーん、行った国の国旗をつけていこうということで、日本からフィリピンに行って、次は今度ここのタイのね、タイがつくと、まあ3カ国で終了しました。3カ国追加、むしろもう2カ国だろうね。そうだよね、日本入れないと。そうだね、まあこの後もね、カンボジアにね、シェムリアップに行く予定だったんですけど、もうチケットも取ってたんですが、タイから日本に帰れるっていう確証がなかったので、ちょっと今回は断念しました。お祭りにね、出演させてもらう予定だったんですけれども、そのお祭りも延期という形になって、フィリピンのさ、仲間も今フィリピンに取り残されてるっていう状態になってるみたいで、まあビザの関係もあるのでね、続けたかったね。日本がどうなってるのかは、まあインターネットでしか私たち見えてないので、日本のテレビは見えてないので、そうだね、帰ってから情報をね、調べつつ、私たちの仲間のアーティストのみんなとか、ライブハウスもすごく大変な状況にあってたっていうね。そうだね、今もね、やっぱりライブができなかったりとか、自粛してるっていう話も聞くので、まあちょっと心配ですが、まあ自分たちができることをやりたいと思います。帰って、今いる場所はタイのバンコクのドンムアン国際空港にいるんですが、朝8時ぐらいに成田空港に着く予定です。なので、この後は無事に何もなければ成田空港での映像が流れます。それではその映像をお楽しみに。無事に成田空港に到着しました。5時間40分のフライトを経て成田国際空港に到着しましたけれども、昨日の誕生日にすごい決断をするという28歳の幕開けがまあ、世界一周の旅中断という悔しいね、結果になってしまいましたけれども、まあでも結構私たち前向きにね、はい、再開に向けていろいろまた準備をしたりとか出会いもあったので、新しい曲もねちょっと2人で作っていきたいなと思いながら、はい、他にもですねミュージックビデオの制作だったりとか、はい、どんどんやっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆様応援していただけたら嬉しいです。お願いします。それではワクワクいっぱいの2020年にしていきましょう、はい、よろしく。日本でも楽しむぞ。世界一周の旅は続く、はい、ことは自分で決め